しっとりしてますね。しっとりしてません？この場所がんかし,しっとりしてる感じ。え？そう違う違うそういう意味じゃなくて <laughs> 雰囲気雰囲気の話ちょっとまさかそういうこと？ういいいあ,あうるさい人。まあくさん私今日ここれ私マイク。 で、あと二人でもいいですか。本当ですか。じゃあ。待ってくださいね。いねえっと、こうだ。あ、ちょっと、あれ、これどこに置いてましたっけ。私、ここに置のたか、今まで。そんなことも覚えてられないのかっていうね。んねのこんな感じですよね。の <laughs> こう感じですよね。はい、はい、はい、はい。で、私、このマイクっていう感じで。いいですか。 もうやってもいいですかいいはい、じゃあ行っちゃいますよスパック俳優石井もえみの主役になりたいいいーいありがとうございますすいません、いつもいつもお騒がせしております。いただきました。ありがとうございます。どうも石井もえみです。はい、アイズ TV をご覧の皆さん、えー、こんばんは。えー、私は、えー 心にしても、やらないかカイドイチのお祭り娘、静岡県浜松市出身の石井萌実です。え、スパックという静岡県立の劇団で、え、舞台俳優をやっています。え、今の目標は、主役をやることですそしてこの、え、スパック俳優石井萌実の主役になりたいという番組はですね、え、ヤイ TV をご覧の皆様に、え、スパックって、 どんな劇団なのかということですとか、演劇ってどういう風に見ると面白いのかなみたいなことをお伝えするためにやっています。はい、それでは早速ですけれども、今日のゲストをお二人お呼びしたいと思います。えっ、ー、とですね、結構スパ でまあ、劇団だからっていうのもあるんですけど、変わった人多いなーって、あのー、ね、見てくださってる方、思われてるかなーって思うんですけど、そうなんです、変わった人が多いんですけど、今日は、まあ、割と普通に、普通にっていうか、普通じゃないんですけど、あのー、 ま、あ中でも特にこうね、あの、美人で、綺麗な人と、かっこいい人をお呼びしましたはい、先輩はお二人お呼びしています。寺内あやこさんと、竹石森正さんでーすイエーイ はい、綺麗なお姉さん入りますよ。はい、綺麗なお姉さん来ました。はい、そしてイケメンボイスの寺井さん入ります。あ、竹内さん入りました。あ、もうちょっと。あ、強行スプレないんですよ。すいません、ご好評をいただきましたありがとうございます。はい、それでは、じゃ、あ寺内さんから。はい、えっと、お名前と。うん、なんでしょうね。なんか自己紹介をいい感じに。お願いします。ちょっと近めの方がいいかも。はい、お願いします。はい。 えーとスパックで廃用しております寺内彩子と言いますえーと何を言っていいですかねご出身は、はい、出身は東京なんですけれどもえっと,えとそうですねえどこです、ね、はい生まれも育ちも東京なんですが最近は静岡もう年の三分の一以上は静岡にいると思いますそうですよね <laughs> はいそして武井さんはい、えー、近いえーと武井茂です、えー、スパックに来て十 4年になりますかね。4年そう、はい、か。なんとか出身は大分です。そうなんですよね。九州男児です。はい、はい。そして、はい、ほら来てますよ。来てますコメントがゲストお寺ラさん綺麗なお姉さんタケシさんイケメンボイス <laughs> わーかっこいい来たーほらーいただきましたー。ーね、皆さんいつもありがとうございます。ます水玉ちゃんってね多分あの顔見たらお二人とも誰かわかると思いますけどすごいはいよく見に来てくださってるんです。はいそれでは早速なんですけれどもお二人 はい、石井もいみの主役になりたいは実はクイズ番組です、はい、当然、まあ武井さんさっきもおっしゃいましたけど14年そして寺内さん、どれぐらいになりますかね、えー、スパックに来るようになって,なって私が<も>、でもどれぐらいだろう,でも,だろう <laughs> でも8年とかは私2年目ぐらいの時に、うん、寺内さんいらっしゃるようになったなみたいな感じがするんでそうですよね。うん、そらうだからもう うん、そうですね8年とか、ね、いらっしゃる間をうな,ん、うん、なんだかんだそれぐらいいらっしゃるお二人だったら当然簡単にねお答えいただける問題かと思いますのではい、はい、いい感じにお答えいただければなと思いますそれでは早速いかせてもらっていいでしょうかはい、はい、いきます第1問シャ、えーラじゃあこれはまず武石さんにお答えいただきたいと思います14年14年,14年の歴史を、はいえー、今月末 我々が、えー、出発しますフランスで開催される世界的演劇祭といえばアビニオン演劇祭ですが、はい、ではオープニングを飾らせていただきます我々スパックのアンティゴネ時を超える送り火の初日は何月何日の何時開演でしょうかお答えください さすがにね初日はわかりますよねお願いします。ちょっと、えー、はい、お書きください。はいはい ちなみにですね寺内さんはですねあのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、フランス語が非常に、はい、ご堪能でですねね<ー>ちょっと、ね、ホームページとか、はい、私の,あのフェイスブックとかではお知らせさせていただいたんですけれども、はい、あのちょっと実は私今回フランス語の <laughs> セリフを喋ることになりまして <laughs> 寺内先生に授業をお願いしているんですが、はい、まずアビ私たちついアビニオンって言っちゃうんですけど、はいはい、アビニオンアビニオ演劇祭を。 フランス語でなんて言うんですかはいルフェスティバルダビニオンですル…ルフェスティバルダビニオンダビニオンあ、そっかディあれでしょこの上にてんのルフェスティバルダビニオンそうですこのレベルですよこのレベルがどうなるのかフランスの皆さん見てろよおテラスタケイさんもしやじゃあできましたすみませんじゃあお答え見ていきましょうじゃじゃんはい七月六日二十二時お <お>なんと正解でーすおはうございます,すそうなんですよ。これちょっと22時、つまり夜の10時なんですけど、日本だと驚きの時間なんですよね。10時からお芝居見ないでしょっていう。普通ね、今スパックだと、 大体3時か遅くても3時開演ですよね、普通の,あの土日の一般公演とかは。であの平日にそのやってる中高生の方々にお見せする公演だとあの夜間の学校をお呼びしたりするときに6時開演とかがあると思いますけど、まあ、東京とかともライブとかもねだいいた時6遅くて5時、6時スタートが多いかなと思うんですけどなぜ10時開会演かというと、ですね,ね寺内さん、はい、サマータイムなんですね、今。 フランスが私も最初いたときすごい驚いたんですけどで前回私たちが美容演出さんにいたときも十字開演で,で今回もそうなんですけどその野外での公演なので始まったときはまだ明るいんですよ。そそううななんんんででですすす日が長いだんだんあの静岡でもそうだったようにこう日暮れ日が暮れていってあのだんだんこう照明が見えてくるっていう感じなんですけど十ででまだ明るいんですよ私最初すごい驚いて。うん でもあれ何してるんですかフランスの人たちってなんか1日に昼間が2回あるみたいな感じですよねだから昼間が2回あるそうだからあのお昼ご飯とか食べてちょっともうだらっとしてそれこそシエスタの時間ですよねシエスタね欲しいシエスタ暑いから他のことも何にもできないですよねでちょっと夕方になって日が陰ってきてからまたそうもう1回2度目のお昼が来るみたい 日本だとね、不思議な感覚なんですけれどもシエスタってあれ、どこでしたっけイタリアスペインスペインかまあお昼ね。お昼寝タイムですね不思議ですよね、日本にそうなかなかない文化なのではい、ちょっとね、そんなアビニョンで私たち頑張ってあ、そうね三人とも出演しますのでねはい、頑張っていきたいなと思うんですけれどもそれでは、早速ですが第二問にいかしてもらっていいですかはいじゃあ寺牛さん、お答えいただければと思いますはい。 じゃあ、第二問2問、はい、じゃらえー、お隣にいらっしゃいます。竹石森正さんの、一番好きな食べ物といえば、い,いや、これね、ちょっと有名な話なんですけど、竹石さんの一番好きな食べ物といえば、はい、お餅。 なんですけど。はい、そうなんですよね、武井さんね。そうそうお餅が好きなんですよね。<laughs> そう,う有名なん。もえみが主にこう言って回ってくれてるだけ。<laughs> いや、お餅が一番好きなんだって、もうちょっと衝撃で。なんか。まあ、お餅なんですが。武井さんが。そんな武井さんが。お菓子の中でも。結構大好きなもので。はい、フランス語の。 名前がついているお菓子は何でしょうか。お答えください。<laughs> あこれあのねお菓子え例えばケーキとかっていうことじゃなくて、うん、まあメーカーっていうか、はい、商品名ですね、うん。はいはいはい。そう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 。あお店の名前っていうのかな。お店？お店会社？会社の名前？<う>会社の名前？はい。会社会社お店かな？ お店?。お店?。お店?。会社?。お店かも。わ、武井さん、わかりました?。なん、あの、よく、差し入れ。そう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 、よく、はい、いただくんですよ。あの、会社です。会社か、会社名。会社名。が、フランス語で。で、その、お菓子自体は。まあ。メジャーなっていうか。なんか、うん、普通によくあるお菓子なんですけど、なんでしょうか?。お答えください。へえ。こう、武井さんが、こう、ケータリングに出してくださってるのも。 知ってたら知ってるかも。そうでも寺内さんと一緒の時出したか,から。どうかなー。でもね、一緒にそんなにやなそう一緒に実はったことがない。<う>で健さんといえばこれっていうお菓子なんですよ。本当に。あそうかもしれない。大体、うん、差し入れするとそれが多い。そうなんですよ。でシティは健一さんからしかもらわないっていうか <laughs> 自分で私は買わないので健 <laughs> 一さんがくれるお菓子っていう感じなんです。 はいじゃあお考えいただいている間に武井さんもそんなわけでスパク歴がだいぶ長いわけなんですけれども結構海外ツアーはもう何度も行かれてますもんねはいはいはいそうですよね。でもアビニオははいはい初めはフランスはありますもんねフランス。去年行きましたね。去年。はい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 印い的だったことはい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  ここんなとがあるのかっていうロシアに行った時に帰れなくてあ出たそう伝説の飛行機がすよね。前の日台風かなんかが来たせいで飛ばなかった分でところてんにその日乗る人たちが乗れなくなっちゃってそれでその日帰れなくてそれでえっとその別便で結局帰れたんですけどさらに 6人,6人か8人ぐらい乗れなかったメンバーに入ってよねそうでロシアから日本に帰れず、うん、韓国に1回別便で乗って日本に帰ってきたんですけどそのこ,こう行けば早いのにこう行かなきゃいけないっていう,そ,うその時も一泊してああ<ー>、うんね、あるんですよね、はい、しかもそう,そうやって聞いてたからちょっと驚きだったんですけどあ,のあれいつ行きましたっけモスクワ私たちマハで。 おととし私たちがそう武井さん出てなかったんですけど別の作品でロシアツアーに行った時にやっぱり乗れなかった人がいたんですよそうなんですしかもよりによってみかりさんとかであそうえ行きでいや帰りでそうなんですよで、すよあ、マジだと思ってそこのエピソード結構スパックで有名な話であ、本当にロシアって言ったらちょっと帰れないんだなっに <laughs> <ー> <laughs> 思いました。 そうなんです。あ、寺内さんできましたか。はい。じゃ、あお答え見させていただきましょう。じゃじゃん。じゃじゃん。キルフェボン。あ、静岡といえばね。はい。そして私も大好きキルフェボン。はい。キルフェボン。え、キルフェボンってフランス語ですか。そあ、そうなんだ。キル。じゃ、違うんだ。キルフェボン。うん、キルフェボン。キル。どこ、まあ、え、キルフェが。ク、イル、フェボンで。ああ。 なんですって知ってました、皆さん。<laughs> 知らなかった、これからそうやって言うようにします。はい、ですが。残<念>で。正解は。ちょっと私これ。読めないので、寺尾さん読んでもらっていいですか。ちょっとマイク近めて。はい、これがですね。はい。これがあの。まさか。まさかの。そのパターン、そのパターンなんですが。そうなんですよね。まあまあ,まあまあ。 あの、読めますよ。はい。はいはいはいは知ってます、皆さん。ちょっと、あの、このも、う私のシャメを見せるしかないんですけど。でもね、それは商品名だ。こん。商品名。それは商品名で。最初ね、ガトー、これ、ガトー原田じゃない。そう、ガトーショコラ。あ、そう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 。有名な。はい。やっぱり。 でも原田はフランスじゃないしなそ,、ね、そっちか,か、ね、そっかなるほどち、ね、ょっとして静岡だしそっかそっかなるほどそうなん、ね、このラスクがね美味しくってそう竹石さんいつもそうなんかちょっと見覚えがあってそうでしょう？んとしたらそうそうあれそうそうそうこれなんですよ竹石さんといえばなるほどしかも私が今そのお見せした写真をどこで撮ったかっていうと昨日竹石さんのあの楽屋の前に <laughs> <laughs> い <laughs> きあやっぱ置いてあるわ先輩これ <laughs> って思って <laughs> いやいやそんなことはない顔赤くなって<笑><笑>そう確かに楽屋前に置いてます,てます、ね、鏡の前にあったんで <laughs> あこれだなやっぱ竹井さんといえばこれだなと思って取<あ>ってきました <laughs> <laughs> そうなんです <laughs> はいあやっぱでもちょっと違うんですね

<laughs> じゃあそんなところで、はい、第3問行かせてもらっていいでしょうかはい。はい。いじゃあ行きます。第3問、チャーラー。えー、行く前からですね、帰国後のことで <laughs>、なんですけれども、えー、我々が、えー、安倍議さんに行ってですね、えー、帰ってきました。8月11日の、うん、えー、スパックの、うん、イベントといえば、うん、アンティゴネ。 アビゲオ演劇祭公演報告スペシャルトークというものがですね、うん、はい、開催されるんですけれども、では、このトークイベントのスペシャルゲストといえば、どなたでしょうか、お答えください。ちょっと今ですね、実はこの目の前のここのテーブルの上にですね、そのチラシを置いてしまってたので、<laughs> しまったと思って、うん、やばいやば油断したと思ったんですけど、ね、はい。 見えちゃったそうですよね。ちなみにそな、そうなんですよ。あ,れ漢,字が今あ漢字がね、そこがね。あれもう,う、まあ、とても有名な方ですし、なんなら、竹石さんは作品に出演しているです、ね、そうそうそうかりまんそうなんですよ。ねんんそそうう、どんななですよど どんなトークになるのか非常に楽しみなんですが、すね、そう私と寺内さんが前回、えー、アビニオンに行ったのが、えっと2014年,2014年3年前ですね。はい、その後一回寺内さんあま行ってます？その後も？その後はね、えっとアビニオンは。 いますね。行ってますね。なんか、はい、本当にすごい。もう街を上げてね。本当にお祭りなんですよ。もう街中に演劇のこの公演のポスターが、うん、ぶわーって貼られて、もう街中のその街中のレベルが違うんですよ。なんかもうちょっとそのな、うんでしょうね。もう 建物と建物の間にこのロープを渡して、そこにもうブワーっていう風にチラシとかポスターを貼ったものがあって、うん、で、あのーうん、なんでしょうね、うん、公演やるんで見に来てくださいっていうまあ陳年的なっていうかストリートパフォーマンスみたいなのもそこら中でやってて、うんうん、本当に盛り上がっててね。ね、すごいですよね。ねこうなんですよ。俺、今回の公演数と前回の公演数は同じぐらい？はいはい、前回十回やっ、うん、あの今回のが短い、ね。今回のがちょっと短いですよね、はい。なるほど。 まあオープニングなのであ、できましたあ、できましたか <laughs> しかもちょっとズルした <laughs> おっとちょっとちなみにですね、はい、あのー、この番組始まって以来ですこのフリップを縦で使うとさすがですよですですこれなんですよじゃあ竹井先生お願いします、はい、どうぞじゃあじゃん元弘監督 ピンパーン正解よかった。はい、そうなんです。元広克幸監督にお越しいただきます。有名な作品といえば、まあ、ネットとかで調べると、やっぱり、 踊る大捜査線のね、はい、劇場版とかが出てくるんですけれどもあの本当にお芝居がすごく好きな映画監督でスパックの作品もよく見に来てくださっていてあの、まあ、近いところですとねももクロちゃんたちが主演しました「えー、幕が上がる」という高校演劇の作品をですね、はい、なんとスパックをロケ地にしていただいて。はい、あのー 作られたりとかもしてる方なんですけれども元博さんご自身はアビニオンに行かれたことがあるかどうかはわかんないですがまああの監督の宮城里氏と,と一緒に、えー、静岡の皆様にこんな感じでアビニオン行ってきたよっていう報告をさせていただくイベントをしますのではいぜひしかもですねこれなんと入場無料じゃなかったかな、うん、あそうだ入場無料要申し込みなのではい特に お代金はいただきませんので、えー、どんなだったかなっていうのをご興味ある方、ぜひお越しいただければなというふうに思います。はい。それでは、続いてなんですけれども、はい、じゃあさ、あ今日最後の問題を寺内さんに、はい。お答えいただきたいと思います。はい。第4問、はい、じゃら。えー、我々がアンティゴネを上演いたします。会場である、アビニオン法王朝中庭の、そうなんです。あの、建物のですね、中庭でやるんですけれども、 客席数は、2000席ですが、でも2000です。2000ってすごいですよね。私たちがその普段上演してる静岡芸術劇場が、まあ400っていうふうにちょい言われてるんですけれども、何倍ですか ?2000 って400の。5倍です。5倍、5倍ですね。5倍ですよ。普段の劇場の5倍の大きさのところに挑むわけですが、あ、これちょっと竹内さんも答えてもらおうかな。 おお二人で、はい、お願いします、はいはい、なんですが、では、今回、アンティゴネの恋人であり、言い名付けであったハイモン王子のスピーカー、えー、二人一役の、えー、セリフを担当しています、若菜大輔く君は、2000円あった。 今一番何をしたいと思っているでしょうかお答えください、えー、若菜くんが2000円で何をしたいと思っているか若菜くんファンの人も見てくれてたりするかなさあ、えー、どう思いますでも寺内さんほら、今ね、若菜くんはあの、はい、一緒の宿舎だから、こう、出勤・退勤が一緒だったりするでしょうん、でも2000円 <laughs> 2000、そう2000、すごいあったら何がしたいかは聞いたことある。あ、そうなんだ。そうそう何したいですか、若菜君。それはその時はお相撲末席で見たい。ああ、そうなんですよ。若菜君ね、私の何公上かなに個とそんなに年変わらないんですけど、ちょっと趣味が渋めで、なるほど。そう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 なんです。さあどうでしょう。共演者の気持ちをどれぐらい分かっているのか、私たちは。そう。 2000円あったらまあ2000ってね結構私前に行ったあれですよあのコロンビアのイベロアメリカ演劇祭っていう、まあ、それも本当世界三大演劇祭のうちの一つなんですけれどもコロンビアの劇場も2000でしたねあお二人とも行かれましたね。 モコタ、あ、行けないのかテラさ,さん、そうか。たけしさんはそのはい、コロンビアの劇場ではい、はい、ペールギュントという作品を上演した時にペールギュント役だったわけですけれども、そうですよ。あ、はい、は主役になりたい、主役になりたいというふうに言ってるんですけどね。たけしさんはね主役をやってるんです。また、あ、からなんだってことなんですけど、そうなんですよ。はい、あ、コメント入ってますね。若かさん、二千円、そうですよ。若かさん、相撲好きなんです。<laughs> あのあれね、わ、あの川村川村わかじゃなくて、一回この 番組の「あの誰でもやってくれた川村若菜」ではなくて若菜大輔君がしかもこれさっきさっきっていうか今朝 <laughs> あのトレーニングの前に <laughs> 聞いたんですけどああ3つ3つあって、うん、一応やりたいことはだかどれかどれかあってればどれかあってればいいです2つ書いちゃダメあ二2つ書いてもいいもちろんもちろん<ー>もちろん一応3つあって,て,て、えー、ああなるほどねっていう。 もののだったんでですがさああどううしょうか,でれしうかそうであのあの何度かお話ししてるんですけど私たち今「そのアンティゴネ」っていう作品は出演者だけで29人いるんですね、まあ、ほぼ一クラスですよ。なんかさすがにこうでいっぱいいてでまあ、もちろん全員が全員ずっと同じ。 全部の場面にほとんど出ているわけなんですけどさすがに30日近くいると1日話さない人いませんいますよね、うん、あのパートごとに、ね、そ,うそうそうそうなんです、うん、なんかあ今日今日っていうか3日間あの人と話してないなみたいなことがと結構あって私 <laughs> ゆうみさんと この1週間は話さなかったとかって思ったりする時もあるぐらいでそうでやっぱり同じパートでチームでね一緒のセリフをこう練習してたりとか、まあ、私だとその演奏してるチームとかはやっぱこう話し合うことがたくさんあるのでいくらでも話すんですけどもうなんか。 さっき気づいたんですけどそう今私は清水,であの清水のマリンターミナルっていうところのすごく広い会場をお借りしてあの実際の舞台の大きさのを取れるところで練習してるんですけどなんか稽古始まる前にあの下手の端の方にここ新しく照明が置かれるかもしれないので皆さんの注意してくださいみたいなインフォメーションがあったんですけど。 私、そこ一回も行かないと思って、うん。<laughs> 行かない,いうけ、ね、そうなんす広すぎて <laughs>、もうそこは通らないなーっていうふうに思ったりとかするところもあったわけですが、お二人かけましたでしょうかはい。おじゃあ見てみましょう。じゃあまず寺内さんからお願いします。はい、じゃあじゃん。本を書いたい。あー、本書いたそうな感じ。はい、本書いたいお一つで大丈夫ですかとりあえず。とりあえず。はい、はい。じゃあ続いてけ内さんお願いします。はい、じゃあじゃん。 動物園に行きたい。ああ、動物園ね、動物とか興味あるのかな、あの人。<laughs> まあでもそういう、あのね。宿舎の近くの,あの日本平動物園。そうそうそう、日本平動物園がすごく近いんです、スパク。あの山のね、うん、その日本平の登る途中に、ね、舞台芸術公園って、そうですよね。正解は、お二人ともぶー,ー,ーまあなかなかわかんないですよね、これですね。はい えー、実は一応正解としましては、はいえー、コーヒー飲んでパン買って帰りたい、はい、っていうのと, <laughs> とあと,、えー、と東京に行くときに <laughs>、えー、新幹線をグリーン車にしてみたい <laughs> なるほどねっていうふうに言ってました。なんかあのー 国神社ってあるじゃないですかマー、まあ、クイズの近くにその五国神社のあ,あの辺りの裏道っていうかあの、まあ、国市沿いにあるんですけど国市じゃなくてなんかちょっと住宅街の方に入った方におしゃれなカフェとかパン屋さんとかが並んでるエリアがあったんですって<ー>の住宅街的などこか分かりますか えっと湯の木湯の木超えたところかなあ、あるんですねそういうところはごめんなさいちょって。違うかもしれませんそう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 、はい、そこにこの間まあなんかお休みの日にちょっとたまたま見つけてあここでのんびりできたらいいなって思ったりしてるんですってなるほどへーと思ってっお二人お休みの日何されてますか<あ>竹井さん私 結構ピクニック行きますねピクニックいいですねーピクニックですかピクニックは結構行きますねそうなんだどこ行くんですかピクニックで山あのね、え山…山って川沿いが結構多いかなへー、安倍川安倍川じゃなくてうちの近くに長尾川っていう川があってその長尾川のがもう近所なんでそれの上流とかあーなるほどに行くとそう自然がいっぱいとかすごく民家が減っていく場所があってその辺行きますへー素敵 寺吉さんは、寺吉さんはアクティブですもんね。アクティブなんですよ。すね、本当にすごく、うん。いやでもだいたい最近のオフは、あの東京帰って、で父のお墓参りに母と行って、ん母とご飯を食べるっていうのが最近は必ずやってますね素敵。親孝行。ねえ。大事ですよね。<laughs> してないな。できるようになったらいいなと思いつつ。 ななななかなかな感じなんですけれども休みの日は何,何をしてるんですか休みの日は私でも結構なんだかんだお芝居見に行くんですよね。でまあそのチラシとかホームページとかで見て自分で見に行きたいなっていうふうに思っていくのもありますけど、うん、まあ友達が出てるとかやっぱりなんかそういうまあお付き合いがあるところを。 前に一緒にやった人が出てるとかっていうのを結構見に行きますね、うん、でそれをなんかあんま惜しまないんですよね、うん、結構行かなきゃなみたいな感じになって、うん、で東京とかまでいい、ね、はい行きますねあとはバイトしたりも。ああそうです してますけどでも今日私驚いたんですけどなんかこの番組回重ねていくことにどんどん正解率下がってたんですよ、うん、<laughs> この間のコバヤンとフリアちゃんが出た回が、うん、全問不正解で 2>,、うん、2人で 2> あ <laughs> 難しかったかなと思いつつ、うん、だから今回もあなんな難易度上がってんのかなーみたいなふうに思いつつまさかの結構な正解率でさすがでございますありがとうございましたじゃあ まずそうですねそんなわけでですね、えー、この番組、実は今日を入れた後に2回でってか次の1回で終わりになってしまうんですけれどもまあまあ、何を隠そうそんなわけでア阿炎ン演劇祭にですね、えー、みんなで頑張って行ってきますのでじゃあお二人、最後に一言ずつ、はい、テレビご覧の皆様に、はいはい、演劇祭の意気込みなどお願いできますでしょうか。はい、じゃあ寺内さんからお願いします、はい ビニョン演劇祭、あの法王町中庭という、あのすごい、あの夢に見て、夢に見ることさえなかったような場所で。えー、できるので、もう本当に楽しみにしています。頑張っていきましょう。頑張ってきます。まず私のフランスもよろしくお願いします。はい、そうですね。<laughs> やばいです。そから <laughs> もうそーあ、ダメだこれ。武井 <laughs> <laughs> さん、お願いします。えー、っと。 えー、まあああいうその素晴らしい場所でやれるっていうのは普段こう静岡の我々の劇場に皆さんが、えー、お越しいただいているおかげなのでこれからもあの応援よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします,うますそうなんですよね本当にすごい場所で私も 前回行ったときにあの普通に公園を見に行ったんですけどもうなち,ょちょっと、こうなんでしょうねすごくこう客席の傾斜が高くって上から本当に見下ろすようなところで,で、まあ、当然、その安いチケットで行ったのですごいこう上の遠い席で見たんですけどもう空間のやっぱりもう圧力っていうんですかねすごくってで、まあ、こう上の方で見ながら、まあ、次やるならここかなって。 みたたいな風に思ったんですよ、ま、さか本当にでも本当にそうなると思わなかったからあしまったってなぜか思ったみたいな <laughs> あんなしまったっていうでもねすごいすごい調整なのではいぜひ何かねそのご覧いただけるようなこと現地の様子をねお届けできるようなことがあるといいなというふうに思ってのこの企画もありますのでぜひご興味を持たれた方遊びに来ていただければなというふうに思います。 はい、じゃあそんな感じで、えー、今日ももう終わりの時間になってきたんですけれども、えー、このあとの,の我々が帰国してからの、えー、SPAC の、えー、公演の予定はですね、えー、秋から春のシーズンというのをやっておりまして、えー、10月からですね、えー、年明け年度末の3月まではいいろんな作品を上演していきますあの詳しくはホームページの方に情報が載っておりますのでぜひチェックしていただければなという,ふうに思いますあの。そうですね。 秋なので全部あれですね静岡芸術劇場で、はい、あのグランシップのはい清水寄りの方にある劇場でやりますのであのこの間の演劇祭と違ってお天気を心配 <laughs> していただくこともありませんので,で、ね、大丈夫なのではいぜひあの皆さん足を運んでいただければなというふうに思いますじゃあ最後にですね寺内さんなんかちょっといいフランス語で締めの一言を 三人でこうちょっと言えたらいいなと思うんですけれども、なんかなんだろボンスペクタークルじゃないですもんね。ボンスペクタークルじゃないですね。あのじゃあこれあのフランスでこうじゃ夕方にじゃまああの今日はバイバイみたいな時にあのボンソワレって言うんですけど、出た。出た。ボンソワレ。ボンソワレ。じゃ行きます。せーの、ボンソワレ。ありがとうございました。 スパッカー俳優しいまみの主役になりたい今日は寺内彩子さんと竹石森マスさんをゲストでお呼びしましたありがとうございました,いましたはい続いての番組はえー、っと梅の花巻きちゃお、はい、そんな梅巻き TV, 巻き TV あいいいい相性だよしじゃあそしてゲストがとっても素敵なシェフがね来てくださってるんですよシェフらしからぬ眼鏡をしていらっしゃいますが。 どんな方が出てくるのか皆さんお楽しみにありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます <laughs> さあじゃあ来ますよ梅ちゃんが。